皆さんこんばんは、全力マンです。さっき中国戦終わったばっかりで即撮影します。はい、22時53分です。さっき終わった、マジでさっき終わったばっかり。いやー、中国戦、まず日本無事勝利おめでとうございます。8対1。はい、まあ、先発大谷というふうなことで、投打にわたって非常に活躍していたと。二刀流、いや本当にね、二刀流どころかもう極めてるよね。すみません、ちょっとこれ見ながらいきますね。4回無失点5奪三振投げては4回無失点5奪三振で、打っては4回裏フェンス直撃2点タイムリーツーベース、はい、いやー、まあ、ちゃんとね、正直先発して、まあ、打たれる気しなかった感じのピッチングだったんですけど、逆に日本がなかなかね、そのチャンスで打ててなかったりとかしたじゃない。っていう中で、もう大谷さんが打っちゃおうと。もう自分で全部。いや、そう。打っちゃいましょうというふうなことで、4回裏にフェンス直撃の2点タイムリーツーベースで、まあ、ランナーが、ヌートバーと源田。違う。ヌートバーとコンちゃん。あ、そうね。はい。で、2人帰ってきましたというふうな感じで、いや、さすがでしたね。はい。っていうのが、まあ、ポイント1。で、ずっとここにポイントを出してるんで、このポイント通りやっていきます。で、2つ目が、中継ぎの安定感。これだね。まあ、まず、東郷、湯浅。伊藤も投げて。そうね。はい。まあ、東郷、お金取れるキャッチボール、有名ですけども。はい。菅野曰く、お金が取れるキャッチボールだというふうなことで。27アウトのうち三振が17。おー。すごい。いや、なんかだからさ、パワー系多いよね。そうね。パワー系っていうか、ちゃんと。東郷湯浅はもう、立ち上がりは3奪三振。だからまあ、世界大会を舞台にちゃんとね、力を発揮している中継ぎばっかり。まあ、若干その、中継ぎ、まあ先発がきらびやかなメンバー多いんで、中継ぎ本職が少ないんじゃないかと。そうそう。っていう話ありましたけど、いやいや全然そんなことなくですね。むしろそれぞれが、なんか、何ちょっと、それ立場上げたんじゃないかというか、評価上げたような、そんな圧巻のピッチングでしたので、まあ、もちろんね、いろんな課題とかもあったかもしれないですけど、このあたりすごいポジティブな要素です。で、4連戦2日目、明日、ついに韓国戦になりますと。まあ逆に韓国は、もうオーストラリアに負けてるので、もう後がない状態。まあ2敗は避けたい。はい。っていう状態で、まあだからサッカーでいうあれですね。アルゼンチンの初戦みたいな、サウジアラビアを落としたアルゼンチンでもう負けられないみたいな、そういう感じなんですけど、なんでもう本当韓国は後がないと。いう風な状態で、もうおそらくダルビッシュが投げるんじゃないかなという風に思われ、予想は。うん。まあみんなそう思ってんじゃないかなという風に思うんですけど、まあどうなのかという風なところと、みんな大好き流行語、村神様がね、ちょっと、まあ4番から外れたりもしたけど、まあ結果今日開幕戦ちゃんと4番で、まあ。ただ今日はまだ。うん。まあでも野球ってあれですからね、その、打率っていうよりどこで、どのタイミングで打てるかっていうことが大事らしいんですよ。はい。サッカーでいう PK 戦とフリーキックをずっとやってるみたいな感じなんで、っていうふうに里崎さんは言ってました。なので、まあ、ちゃんとね、チャンスで打てれば、まあそれで言うと今日はなかなかチャンスで打ててなかったっていうのが、まあ日本の打線だったりはしたんですけど、まあ、でもしっかりまあ、もしかしたらコールド勝ちするんじゃないかぐらいの、点差で勝てたので、非常にいい試合だったなというふうに思います。はい。ということで、明日、ついに日韓戦。日韓戦といえばね、まあ、ぜひ他の動画、レビュー見てもらいたいなと思うんですけど、いろいろあるんです、日韓戦って WBC。ライバル。まあ、日韓といえばね、まあ、なんだろう、ライバル関係。まあ、早稲田と慶応みたいなことです。はい。早稲田と慶応とか、津軽と南部とか、あとは何ですか、なんかそういうライバル関係で絶対負けられない戦いで、まあ韓国も調子落としてるとはいえ、まあね、メジャーリーガーいるし。メジャーリーガーもいるチームなので、油断せずに、はい、今日しっかり休んでまた明日
頑張ってもらえたらなというふうに思います。はい、ということで今回の動画終わります。ありがとうございました。